はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今、レベルが、主人公が31。で、仲間たちが39となってます。あ、職業が、今ね、レンジャーやってるんですよね。レンジャーで行ってます。で、レベル上げが、とにかく辛い。レベルが上がらない、なかなか。上がるには上がるんだけど、敵がね、なかなか倒せなくって、時間がかかるんだよね。ということで、メタル狩り、やってみようと思います。でね、コメントで、メタル狩りでは、経験値入らないっていう風に、教えてもらったんだよね。でも、ワンチャン、この前の、アプデがあったでしょ。あれで変わってるかもしれないよね。ちょっと望みを捨てないようにして、やってみようか。メタキン軍団、行ってみましょう。頼む、経験値入って。では行ってみましょう。レベルはやっぱりね、ここである程度サクッと上げたいんだよね。でも上がらないってなるとちょっと厳しいな。必殺技もね、1回しか打てないんですよ。なので、なかなかね、難しいなは本当に。あー、逃げられた。まあまあいいか。特にやることないキラージャグリングで行ってみましょう。あー、倒しててない。でも、あー、逃げられた。まあいいや。次のメタキンを3枚おろしで倒せれば、もうそれだけでいい。とりあえず1体は倒したいな。で、道端で出てくるメタルスライム倒しても、あ、やっぱ、あ、大丈夫か。経験値は入んないんですよね。やばい、もう最悪。次ヒューザー多分切れるんだよな。うそ、むちゃくちゃ強いじゃん。あー、切れちゃった。これもうクリティカルが出るのをちょっと待つしかないですね。そんなに強い。うわー、これちょっと無理だ。こいつらを3枚おろしで倒して、で、メタキンを普通に会心の一撃を狙う感じで行くか。それでもいいね。いけるでしょう。とりあえずまずこいつらを3枚おろしで倒す。んで、通常攻撃か。あー、無理か。こいつは逃げないからね。おいって死ぬよ。おー、死んだ。逃げた。経験値頼む、頼むよ。うっそー、嘘だろー。変わってない、経験値が入ってない。これはきついぞ、本当に。今日はコメントで、まあ、確かにね、メタル系では経験値入らないよっていうのは教えてもらってたんですけども、アップデートでね、変わってるかなと思ったら、やっぱり変わってませんでした。いや、これ縛りプレイの中にさ、メタルは経験入らないって書いてないでしょ。いや、絶対楽な戦いじゃないよ、今の。それで入らないって、もうこれはきつい。まあ普通に敵を倒してあげていくしかないですね。まあ元気玉常に使っとく感じでいくしかないのか。でも元気玉も10個しか持てないんだよね。で、福引き、あれも10連で回すのがめちゃくちゃ難しいのよ。まあまあ回せないのかな、基本的に。
アイテムが1個でも持ってると10連で回せないので1回ずつ回さなきゃいけなくてめんどくさいんですよ。まあまあいいや、とりあえず、進めていきます。ズルはまあズルでもないんだけどね、ズルはダメっていうことなんでしょう。頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。